日本海に面した市。萩市と並び、山口県の北部の中心的都市の一つである。城下町であり、行政機関の集まる萩市と比較し、道路網、鉄道網の引用連絡路線が発達したこともあり、交通の要衝となっているが、萩市ともども全国的な高速交通体系からは、外れており、山陽側の都市と比べて発展が弱い。 気象区分は山口県北部に属する。注意報、警報区分は2005年以降、萩、峰地域と長戸地域に分かれている。なお、長戸市内では、湯や田原山にアメダスがある。湯や東跡畑地区の棚田向かつく半島にある長戸、戦場時期から長戸市外、萩市方面を望む大見島の海上アルプスの基岸の並び山陰地方のほぼ西端に位置し、 東西に伸びた地形となっている。北側は日本海に面し、外海に面した海岸線は侵食地形となっている。一方で大見島と本土に囲まれた深川湾、仙崎湾、あるいはムカツク半島に囲まれた夕夜湾などの入り江も存在し、天然の良好となっている。ムカツク半島は平地が少ないことから棚田が数多く存在し、最近では 海が望める棚田として、風景写真の題材として取り上げられることも少なくない。また、日沖地区では、浜湯が自生し、浜湯の自生北原地の一つとして知られる。南部は中国山地の西端にあたり、山間部では積雪も見られる。しかし、津島海流の影響からか冬でも極端に寒くならないことと、標高もさほど高くないことから、 積雪日数はそれほど多くない。長都市中心部周辺の空中写真。2008年10月16日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。昭和の大合併で発足した旧市域。旧深川町は深川町時代の大技を継承しており。 それ以外の山頂村はいずれも大技を設置していなかったため、非政治に大技を新設している。合併前より各大技ともにミスミを関していたため、特に変更はしていない。日置登る、中、下は合併前より日置を関していたため、特に変更していないが、野田、倉尾田は合併時に日置を追加している。全域で合併時に湯屋を追加している。 クラ田ダは、日置村より一部を編入したため、二地区にまたがっており、合併後は、旧町名を関することによって区別している。江戸期は、捕鯨基地として繁栄。主な産業は、漁業、農業、畜産業と食品製造業である。また、観光産業も盛んである。王子山から仙崎を望む左奥が、仙崎漁港日本海に面した天然の良港を、 複数要することもあり、沿岸漁業が基幹産業の一つとなっている。水揚げされる主なものとしては、イカ味など。かつては、大見島で大規模なタイやハマチの養殖事業も行われていたが、現在は、湯屋地区を中心に養殖事業が行われている。市北部の仙崎地区にある仙崎港は、山口県北部の港湾ではかなりの規模を持つ。 漁業の他にはかまぼこをはじめとする魚肉練り製品の製造が盛んである。主な漁港市内ではブロイラーによる養鶏業が盛んであり、全国的にも珍しい養鶏業専門の専門農協が存在する。その影響からか、長戸市内には焼き鳥店が人口に比べて数多く存在する。三住地区では養豚業も盛ん。また、ムカツク半島では、 急行殿となった棚田で、牛の放牧を行う試みが続けられている。大三島をはじめとする自然を生かした観光資源を多く抱え、訪れる観光客も少なくない。また、湯本温泉、田原山温泉、湯面温泉、木鳩温泉、湯谷湾温泉という多くの温泉地を持ち、県内各地に訪れる観光客の宿泊を受け入れている。特に、湯本温泉は、 山口県北部では最大の規模で持つ温泉街である。公立私立公立公立仙崎は詩人、金子美鈴が生まれた町として有名であり、聖火後は金子美鈴記念館となっている。史跡指定を受ける前からクジラ方園に感銘し、仙崎のクジラバカの習良足をクジラ方園として書いた。また、金子美鈴を題材にした映画、美鈴やドラマ、 明るい方へ明るい方へのロケも行われている。三住は画家の勝木康夫が制作の拠点とした地でもあり、現在は勝木康夫美術館が建てられている。長都市駅国道は市内の正明市交差点で国道191号と国道316号が交わり、みね方面へ、湯屋で国道491号が下関市方面へ向かっている。 市内を通る山口県道28号を合理、三隅線と山口県道34号下野関、長門線は引用連絡道の一つとして、山口県道36号周防三隅線は観光道路の一つとして重要な路線となっており、特に山口県道28号を合理三隅線は、隣接する萩市と山口市を合理を結ぶ経路となっている。 高速道路、一般国道主要地方道一般県道、金子美鈴記念館大海島県域メディアは、日置地区にある、やが、裏岳から送信される、NHK 総合、E テレ FM、くらい、タイズ、やブ、フミいの各局、並びに、萩市にある、NHK ラジオ第1、第2、くらいラジオの受信に頼る。 市内の一部地域では福岡派や島根派が受診できる地域もある。ありがとうございます。